死にたくない。助けて、助けてくれ。夢神様。こんばん、お眠り。ミステリー案内人です。実はつい先ほど私宛に手紙が届いたようなんです。仕事の依頼かもしれませんし、読むことにしましょう。あら、お姉さん、それってラブレター？私にも読ませて。もしかして統括主任からかしら。こつえさん、そんなわけないじゃないですか。この手紙は人間界から送られてきたものですよ。ほら、最近毎日村の人たちの命が奪われています。しかも全員が同じ夢を見て。って、あれ、なんだか眠くなってきた。私もです。あれ、ここは私たち、さっきまで闇の世界で手紙を読んでいて。こつえさん、起きてください。何やらおかしなことに巻き込まれたようですよ。なんで外で寝てるのよ。それにここはどこ？わかりません。家や畑が見えますし、人は住んでいるようですが。私とこつえさんがあたりを見て回ろうとしたその時、まさか外部の人と出会うとは。いや、突然大声出さないでよ。誰なの？これは失礼しました。私はこの夢見村の村長をしているものです。いや、それにしてもなぜ無関係のあなたたちがここに？私たちも状況が把握できていないんです。ここはどこで、なぜ村長さんが驚いているのか教えていただけますか？少し場所を変えましょう。新たな要素を追加して村人たちを不安にさせたくないのです。村長さんが何を言っているのか全く分かりませんでしたが、ひとまず従うことに。しかし、ただならぬことが起きていることだけは理解できます。私と小杖さんはしんと静まり返った、それなのに確かに人の気配のする不気味な村を村長さんの後に続き歩きました。あ、少女が楽しそうな顔していますが、彼女は誰なんですか？他の村の人は？村人はみんな家に引きこもっているでしょう。あの少女については後でお話しします。さて、ここなら安心です。私は一人暮らしなので話を聞かれることもありません。早速ですが説明をお願いします。わかりました。まず伝えておきたいのは、ここはどこにでもあるような普通の村なのです。大勢の人が住み、土地も豊かで幸せに過ごしておりました。でも、なんだかこの村怖いわよ。人がいるのに気配を押し殺している感じがするっていうか。それは村人が皆怯え切っているからです。夢神様からの制裁を。夢神様？そういえば、さっき読んだ手紙にもその名前が書いてありました。まさか。まったく、外部の人間を巻き込むなとあれほど言いつけておいたのに、誰がそんなことを。だからあなたたちが今ここにいるのですね。待って、よくわからないわ。単刀直入に申し上げましょう。今私たちがいるのは夢の中です。私もあなたたちも同じ夢を見ています。夢？はい。そして夢の中では必ず誰か一人村人が殺害されます。現実世界とリンクしており、目が覚めると夢の中で殺害された者が息を引き取っているのです。どういうこと？そもそもなんでここが夢の中だってわかるのよ。それは、先ほど見かけた少女こそが夢神様で、夢神様は夢の中でしか姿を現さないからです。村長さんの話をまとめるとこうでした。この村に住む人々は毎日夢を見る。全員が同じ夢を見ており、その中で必ず誰かが亡くなる。夢と現実はリンクしており、たとえ村を離れたとしても夢を見ることから逃れることはできない。本来村人しか見ない夢なのに、私とこつえさんも見ている。
鍵は夢神様というワードでしょうか。おそらくはこれまで村の外に被害を出さないため観光令を敷いていたのですが、私の判断は正しかったようですね。つまり夢神様という言葉を知ってしまうと強制的に夢を見せられるってこと？とんでもなくヤバいじゃないの。これは転生していく呪いだわ。その通りですね。村長さん、この夢はいつから見るようになったんですか？5日ほど前でしょうか。じゃあすでに5人は亡くなっているの？はい、もうどうすればいいのやら。その時です。うわー、まさか人が死んでる。また防げなかったか。しかしこれで今日の夢は終わる。現実世界で彼を弔うことにします。それでは。待ってください、村長さん。お、あれ、ゾーン？びっくりしたぜ。こんなところで寝るなんてどうしたんだよ。それに村長さんってなんだ？コツエさん、ここはどうやら現実世界のようですね。そうね、ほっとしたけれど、あんな兄さん、あの村の人たち放っておくことはできないわ。私もそう思っていたところです。夢見村、現実世界でも一度行ってみましょう。賛成よ。俺のことは無視かよ。ここが夢見村です。夢で見た通りの景色ですね。暗い雰囲気まで同じだわ。当然よね、毎日仲間が亡くなっていくんだもの。あなたたちはどうしてここに。夢から覚めることができたのになぜ。さっきぶりですね、村長さん。私たちこの村を放っておくことはできません。夢神様の呪いを解いてみせます。おお、なんと頼もしい。ありがとうございます。いいのよ。そもそも呪いをどうにかしないと、私までこれから毎日夢を見ることになっちゃうんだもの。そんなのやだわ。コツエさんたら照れちゃって。ただこの村が心配なんですよね。やめてよ、あんな兄さん。なんとお礼を言っていいのやら。ではこれから村人たちと集会を開くので、ぜひおいでください。夢を見るようになってから毎日話し合っているのですが、解決策が見つからないのです。わかりました。それでは本日の集会を始めよう。その前に、この方たちは案内人さんと小杖さんだ。夢神様の呪いをどうにかするため協力してくださる。よろしくお願いいたします。よろしく。ああ、私骨だけど、みんな怖がらないでね。今さら骨が喋ったところで何だってんだ。こちとら毎日不気味な夢の中で人が死ぬのを見ているんだぞ。協力してくれるってんならお前さんも仲間だ。マッチョさん、いいこと言ってくれるじゃない。お名前は何なの？マッチョだ。そのまんまじゃない。協力はありがたいけれど、巻き込んじゃっていいのかい？花の言いたいことはわかる。しかし案内人さんたちはすでに依頼を受けていたんだ。昨日夢神様を鎮めてくれという手紙をもらったらしい。だから夢の世界も経験している。はあ？村長があれだけ口外するなって言ってたのに。そんな手紙書いたのはどこのどいつだ。花さんでしたよね。私たちのことなら心配しなくていいですよ。むしろ頼ってくれて嬉しいです。一緒に頑張ってこの村を平和にしましょう。あんた、かっこいい女だね。案内人ちゃんって、まるで花さんみたいに男気のある人だわ。コツエちゃんも個性的で可愛らしいし。ああ、私はリンコ。で、こっちのちみっこいのがソウジよ。よろしくね。ちみっこいってなんだよ。俺はこれから大きくなるんだ。リンコさんにソウジくんですね。よろしくお願いします。私は昨日亡くなった者の葬儀の準備をするから。誰か夢神様の祠まで案内人さんたちを連れて行ってくれないか。それじゃあ私が行こう。すぐそこなんだ。こうして私とコツエさんは花さんに連れられ祠へと向かいました。この村の人たちは仲が良さそうね。そうだね。こんな事態じゃなけりゃもっと大勢でワイワイしてるんだけど、怯えきってる奴らは夢から覚めても外に出てこない。花さんは
とっても強いんですね。そんなことないさ。私だって怖いとは思うしね。でもさっき言ったマッチョやリンコ、掃除、それに村長が頑張ろうとしてるからさ、怯えてばかりいられないよ。あ、あれが祠？ああ、夢神様が祀られているんだ。夢神様はどんな神様なんですか？私が生まれるよりもずっと前から村を守ってくれてたって話さ。でも最近は信仰する人も減っていてね、それで怒った夢神様が暴走したんじゃないかって思ってる。なるほど。今回の事件のせいで村人は夢神様の存在を信じざるを得なくなった。夢神様は村人からの恐怖心を力に変えているのでしょう。忘れ去られるよりは恐怖の対象となることを選んだ。そういう神がいてもおかしくはありませんね。それじゃあ夢神様をもっときちんと敬えば解決しないかしら？簡単にはいかないでしょう。村人の心は今尊敬よりも恐怖に満ちているんですから。もう人が死ななくなるんならどんな手でも使うよ。私はこの村が好きなんだ。花ちゃん、マッチョはさ、ムキムキなだけで頭は空っぽ、すごくバカだけどいいやつさ。リンコは心と体が一致しないってずっと悩んできた。でも明るくかっこよく美しく生きてるすごいやつだ。掃除は早くに親を亡くしたにもかかわらず涙も見せずたくましく生きてる。年齢関係なく尊敬できる子だ。村長は言うまでもなく村のことを第一に考えるすごい人だ。死んでいい人なんて誰もいない。花さんは震えているようでした。早く手を考えなければいけませんね。数時間後。もうすぐ夜が来るな。俺はもう黙ってられん。夢神様だろうがなんだろうが力でねじ伏せる。あんたってやつはそんなことできるなら苦労しないだろう。もっと頭を使いな。頭は鍛えてないから無理だ。マッチョちゃんは相変わらずね。そこが素敵なんだけど、うん、でも本当に危険だから力でねじ伏せようとしちゃダメよ。緊張感はまるでないが、君たちといると昔の村に戻ったみたいで嬉しいよ。あんな兄さん、ちょっと掃除くん、どうしました？実は案内人さんに手紙を書いたのは俺なんだ。え、あなたが？うん、実は俺見ちゃってさ、夢の中で夢神様と話している誰かの姿を。夢神様はじゃあ明日もまた夢を見せるねって言ってた。それってつまり今回のことは村人の誰かが夢神様と組んで引き起こしていることなんだ。でも俺誰も疑いたくなくて、だから案内人さんに助けてもらいたくて。掃除くん、よく話してくれましたね。私たちは味方なので安心してください。夢神様と話していたのは本当に誰かわからないんですか？うん、ちょうど影になってて全く見えなかったんだ。声も聞こえなかったし。それじゃあ今日見る夢の中で犯人を突き止めましょう。夢神様を見張っていれば必ず村人の誰かが接触するはずです。わかった、俺もついていくよ。そしてついに夜がやってきました。眠らないように気をつけても無駄。私たちは強制的に夢の中に連れて行かれるのです。あ、夢の中に来たようですね。緊張してきた。今日成功させないとまた誰かが亡くなっちゃうんだものね。夢神様はいつも村の中を歩き回ってる。すぐに見つけられるはずだ。私たちは誰からも見られぬようこそこそと村の中を歩いて回りました。すると掃除くんが言ったようにすぐに夢神様を見つけることができたのです。少女の姿をした夢神様は楽しそうに散歩をしています。あ、人影だ。様子を見ているとその人影の正体は、ま、マッチョ。そう、夢神様に近づいていたのはマッチョさんでした。そんな、マッチョが。いや、様子が変です。マッチョさんは腕を大きく振り上げ夢神様に殴りかかろうとしました。うおー、もう誰も殺させやしねえぞ。次の瞬間、う、そ、だろ。マッチョさんは膝から崩れ落ちてしまったのです。そして
それっきり動かなくなってしまいました。マッチョさん、うわあ、マッチョ、マッチョ、なんで、やだ、死なないで。マッチョさんを倒した夢神様はなぜかひどく怯えた様子。夢神様、どうしてそんなことを。私が話を聞こうとしたその時、掃除、そんなに叫んでどうしたんだ。次は誰が犠牲に。はあ、そんな、マッチョ、みんなそこから離れて、夢神様がいるから危険だわ。本当に悲しいけれど、マッチョちゃんが亡くなったから夢も覚めるはず。しかし凛子さんの言ったことは間違いでした。いつまで経っても現実に戻れないのです。え、どうして。夢神様を見てください。とても怯えています。私たちを夢から目覚めさせるのも無理なほど動揺しているんです。ガタガタと震える夢神様。ふざけるな、大勢殺しておいて、なんでお前が怯えるんだよ。なんで、なんで。花、不活に近づくな。やめて。凛子さんが飛び出した瞬間、夢神様はポロポロと涙を流し始めました。そして言われた通り攻撃をやめたのです。夢神様、なんで凛子の言うことを聞いて。あ、まさか。もうやめて、夢神様、私が悪かったわ。凛子。凛子さんは怯える夢神様をぎゅっと抱きしめ、全ての真相を語り始めたのです。みんなごめんなさい、こんな恐ろしい夢を見せていたのは私なの。夢神様は私に利用されていただけ。な、何を言っているんだ。私こんな感じじゃない？昔から気持ち悪いっていじめられていたわよね。村長や花、マッチはいつも助けてくれてた。掃除も懐いてくれて嬉しかったのよ。でもやっぱり私をバカにしてきた村人のことはずっと許せないでいた。そして幼い頃の凛子さんには秘密のお友達がいたのです。それが夢神様。現実世界では姿が見えない夢神様ですが、なぜか凛子さんには見えたそう。夢神様はいつも私を励ましてくれた。味方になってくれる人が少しでもいるんならいいじゃんってね。夢神様と私は親友だったの。でも村人の夢神様への信仰心は年々薄れ、彼女の力は弱まっていった。このままじゃ消えてしまいそうだった。そこで私は思いついたのよ。彼女をこの世にとどまらせ、さらにいじめてきた奴らに復讐する方法を。それが夢の中で村人を殺害していく方法だったんですね。ええ、こうすれば私が犯人だとは疑われないわ。全て夢神様の呪いだって思われるもの。夢神様には嘘をついちゃった。私たちを夢の中に招待してくれれば必ずみんなと仲良くなれるようにするからって。彼女は何も知らず毎日夢を見せ、現実の世界とリンクさせていただけよ。村人を殺していたのは私。ちょっと待って、よくわからないわよ。そうすることでどうして夢神様の力を取り戻せると思ったの。前にも言ったように、信仰心ではなく恐怖心で夢神様をこの世につなぎ止めようとしたんですよ。その通り。でも私が間違いだった。大切にするべき人の命まで奪う結果になっちゃったんだもん。マッチョちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。マッチョさんは死んでいませんよ。え、本当だ、ちゃんと息してる、よかった。マッチョ仲良くしてくれると思っていたのに、急に攻撃されそうになって驚いたんですよね。夢神様はついマッチョさんを気絶させてしまったんです。ああ、よかった、マッチョちゃん、みんな、夢神様、怖い思いさせてごめんなさい。夢神様は凛子さんをぎゅっと抱きしめ返しました。そして何かを凛子さんに伝えています。え、そうね、分かった、それが一番いいわ。本当にごめんね、凛子。みんなを夢から目覚めさせるわ。もう二度とこんなことにはならないようにする。でもさっきマッチョちゃんを気絶させちゃったせいで、夢神様にはほとんど力が残っていないの。それじゃあどうしたら。
私を夢神様に取り込ませ、力に変えてもらう。そうすれば、一件落着よ。バカか！そんなことしたらお前は！いいの。こんなことしたって亡くなった人たちは戻ってこないけれど、せめて、大事な人たちのことは守らせてちょうだい。夢神様、できるわよね。凛子さん、迷惑かけたわね。夢から覚めたら、村人たちに伝えて、もう安心してって。私は私らしくいたかっただけなのに、間違っちゃうなんてかっこ悪いわ。それじゃさよなら凛子。そうして私たちは元の世界に戻ったのです。村人にはもうこんな夢を見ることはないと村長さんたちが説明していました。ただし凛子さんが犯人だということは秘密にしておくようです。いじめられた側は平気そうに見えても深く傷ついているものなのよね。凛子さんのやったことは間違いだけど、なんだか悲しい事件だったわ。本当に。でも村の人たちは前を向いて再出発しています。私たちも応援しなければいけませんね。もちろんよ。今回の動画が面白かったらぜひ高評価やチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。夢神様、聞いてるか？村で話し合って、もっと夢神様を大切にしようって決まったんだ。よかったな。それに、村長や花、マッチョが、子供たちに教育してくれてる。人の個性をバカにするなって。大人たちも、たまに気まずそうにしながら真剣に話を聞いてる。凛子がやったことはダメだったけど、いい教育につながりそうだよ。よし、綺麗になった。それじゃあ、また来るからな。こんばんプリンコ、ミステリー案内人です。案内人さんの鏡が落ちてるわよ。綺麗な鏡ね。あら、吹き出物ができてるわ。今日のラッキーカラーは紫なんですよ。そういえば紫鏡というお話知っていますか？どんなお話？紫鏡。ある病院にモコという女の子が入院していました。モコは病弱で入院と退院を繰り返していました。彼女はそのまま誕生日を迎え、両親が可愛い手鏡をプレゼントしたのです。ありがとう。モコは毎日のように手鏡を眺め大事にしていました。そう、あの日までは。何を思ったか彼女は両親からもらった手鏡を紫色の絵の具で塗りつぶしてしまうのです。かわいいでしょ？私、紫が大好き。数日後。何これ、何なのこの鏡。モコは我に返ったのか、紫色に染まった鏡を見て驚いています。はぁ、落ちない。何なの？紫色になった鏡を洗っても、拭いても落ちません。紫の鏡。紫の鏡。紫の鏡。モコはショックのあまり、その日から容態が一変、体調はどんどん悪くなっていきました。そして二十歳の誕生日に彼女は帰らぬ人となったのです。紫の鏡、紫の鏡。と、うなされながら。紫の鏡とは、二十歳未満の人が紫鏡という言葉を知り、二十歳になるまで覚えていると不幸に遭うとされているんです。どんな不幸が訪れるのか。精神崩壊、結婚できなくなる、魂を失い抜け殻となる、骸骨になる、などなど様々。精神崩壊ってくねくねさんか。亡くなったモコの怨念が紫鏡に宿ったのではないかと考えられているんです。とはいえ、ネタバラシするとネット上で一人歩きしてしまった作り話みたいです。解決策。紫鏡の呪いにはどう対処すればいいのでしょうか。シンプルに言葉を忘れるってこと。では、どうしても忘れられなかったらどうするのか。それが白水晶。
実際に白水晶という言葉を覚えて二十歳を迎えた人が紫鏡の呪いを克服したとも言われているんです。ピンクの鏡という言葉を覚えておくと幸せになれるという伝説もあります。紫鏡って作り話だったのね。よかった。この鏡、案内人さんからもらったの。鏡よ鏡、世界で一番美しい人は誰？ドキンちゃん。は？鏡が喋った？世界で一番チンチクリンなのは誰？あなた。そんな。実はこれ、自分の本音を暴露する鏡なんですね。骸骨さんは自分のことをチンチクリンだと思っているのです。私の好きな人は誰？工藤新一。骸骨さんには刺激的な鏡だったので回収しておきましょう。この動画いいと思ったらぜひグッド評価お願いします。一体何の数字なんだ？誰にも見えていないのか？こんばんゲジゲジ、ミステリー案内人三世です。ねえ案内人さん、僕の頭の上に数字が見えるようになったんだけど、なんだろうね。ついに僕も可視化されたのか。ん？これはまさか恋に落ちた数とか？違いますね。これはキツネさんのうんちの数です。えぇ？今回はサイコパスに憧れた青年が人のサイコパス度が見えるようになってしまったお話をしましょう。俺の名前はトム。親は IT 企業の社長で、いわゆる金持ちのボンボン。学校も有名私立大学に通っている。トム、おはよう。これは彼女のミミ。大学のミスコンでは毎年優勝する、そこいらの芸能人顔負けの美女だ。今もモデルの活動をしていて、大手芸能事務所からスカウトがひっきりなしらしい。この通り、俺は何でも持っている。さらに俺って他人とはどっか違うじゃん。やっぱサイコパスなのかなって思うんだよね。すごい。だからトムは特別なんだね。選ばれし人間ってやつ。まあね。サイコパスの特徴1、社会的地位の高い人間に多い。俺はまだ学生だけど、ゆくゆくは親父の会社を継いで社長になる。そのために勉強だって手を抜いたことはないし、社会的地位の高い人間と言っても過言ではない。おはようございます。今日もいいお天気ですね。あらあら、トムくん。トムくんの爽やかな笑顔を見れただけで、今日も一日頑張れるわ。僕も毎日お会いできるのを楽しみにしてるんです。ほんと顔よし性格よし頭よしなんて絵に描いたような王子様よね。サイコパスの特徴2、社交的で魅力的なことが多い。俺はサイコパスの特徴に結構当てはまるんだ。ねえ、授業終わった後のデートはどこに行く？俺今日は一人で出かけたいからごめん。約束してたのに。私今日の夜から実家に帰省するからしばらく会えないんだよ。今度埋め合わせするからさ。絶対だからね。サイコパスの特徴3、自己中心的。ほら、前から約束をしていたミミとの約束を平気で破るところ、こういうところもサイコパスっぽいよな。まさに俺は唯一無二の人間ってわけだ。サイコパス的に時々自己中なとこ見せないといけなかったけど、特にやることないんだよな。黒猫町で先月から続けて発生している若い女性を狙った連続殺人事件は、未だ犯人の手がかりはつかめていません。怖いですね。シリアルキラーの仕業ですかね。犯人は何食わぬ顔で普通に生活しているのかもしれませんね。は、サイコパスイコール殺人者ってわけじゃない。むしろ会社経営者や人の上に立つ人間に多いと言われてるんだ。カリスマ性、特別な魅力という点の方が当てはまる。もちろんこの事件の犯人は俺ではないけど、なんだか共感しちゃうな。サイコパス同士の共鳴ってやつかな。モニターに流れるニュースを見ながら信号待ちをしていた俺を誰かが突然突き飛ばした。
目が覚めたらそこは病院のベッドだった。目が覚めたのね、よかった。急に道路に飛び出しちゃダメよ。すいません。でも命に別状はないし本当によかったわ。あの、僕は一体。信号待ちをしている時道路に飛び出してしまったのよ。その時運悪く転んで頭を打ってしまったの。ご両親はお仕事で来られないらしいから一日病院でゆっくり休んで。そうでしたか、ありがとうございます。ところでその頭の数字って。数字？数字って何？鏡を見ると俺の頭の上には40という数字が出ていた。ほら俺にも出てる。俺は40で看護師さんには50って数字が。頭をぶつけたから影響で幻覚が見えているのかもしれないわね。もう少しベッドで休んでいた方がいいわ。どうやら看護師には俺や自分の頭の上に出ている数字も見えていないようだった。一体何の数字なんだ。誰にも見えていないのか。どうやら俺は突き飛ばされたのではなく勝手に飛び出して転んで頭を打ったということになっていた。絶対突き飛ばされた感覚があったんだけどな。車に轢かれなかったのは不幸中の幸いだが、目が覚めたら人々の頭の上に奇妙な数字が見えるようになってしまっていた。特別な俺には特別なことが起きてしまうのか。ただ一体どういうことなのか、何の数字なのかはわからなかった。医者が70で高めだったってことは偏差値か。いやいや、俺は40よりはもっとある。入試の時点で71だったんだぞ。本当は1日の入院でよかったのに、数字のことを言い出したせいで俺は数日入院することになってしまった。兄ちゃん、暇なら雑誌でも貸してやろうか。それは心理テストの雑誌だった。何何？サイコパス診断？それ俺なんて10だったよ。全然サイコパスじゃなくて安心したよ。この患者は頭の上の数字10で、サイコパス診断が10ってことは、まさかこの数字サイコパス度なのか。何何？当てはまるものに丸をつけろって。俺 100% かもね。とりあえずやってみることにした。口が達者で社交的である、丸。みんなの人気者だしな。利己的、自己中心的である、丸。まあそういうところもある。自慢話をする、丸。だって自分のやったことはみんなに伝えたいじゃないか。自分の非を認めない、丸。俺は間違ったことをしない、結果至上主義、丸。もちろん何でも結果を残さないと意味がない、平然と嘘をつく、丸。嘘も方便って言うし、世の中をうまく渡っていくためには必要なことだ。共感ができない、丸。まあ俺は特別だから凡人の感覚はわからないかもしれないな。他人を操ろうとしている、丸。他人が自分の言うことを聞くのは気持ちがいいもんだしな。良心の欠如、丸。まあ時には冷徹になることも必要だ。刺激を求める、丸。刺激のない人生なんて、そんなもん生きてないのと一緒だよ。俺全部丸ってことはサイコパス度 100% じゃん。じゃあやっぱこの40って何なんだよ。すると別のじいさんの患者が話しかけてきた。そのじいさんは80と出ていた。おお、あんちゃんは40か。それなりってところかね。え、まさかあんたに見えるのか。っていうことはあんちゃんにも見えてるのか。へえ、俺以外で数字を見えたやつに初めて会ったよ。聞くとこのじいさんも事故で頭を打って入院していて、その事故以来数字が見えるようになったらしい。一体何の数字なんだ。これはサイコパス度だよ。よく見ろよ。患者より医者や看護師の方が数字が高い人間が多いだろう。ああいう職業はサイコパス気質のある人間の方がうまくいくんだよ。そんな、俺サイコパス診断で全問丸で 100% だったんだぜ。なのに数字は40だ。だからそんなはずない。サイコパスになりたい人間と本物のサイコパスは違うのさ。
アンちゃんは所詮サイコパスに憧れている人間なんだ。数字が物語ってるじゃないか。嘘だ。自分でも分かってるんじゃないのか。本物のサイコパスに出会ったら、アンちゃんの化けの皮なんてすぐに剥がれちまうぜ。この数字はサイコパス度。それなら俺の40なんてごくごく一般的じゃないか。嘘だ。そんなことありえない。俺は選ばれた特別な人間なんだ。退院してきた俺は、あのじいさんの言葉に腹が立ちながらも完全に否定できずに部屋に閉じこもっていた。そんなことがあったの。早く耳に会いたいよ。いつもみたいにいっぱいすごいって言ってほしい。私今日の午後には戻るから夜に会わない？トムの元気が出ることしてあげる。え、なんだよ、楽しみだな。俺は優しい彼女の耳がいてよかった。耳だけはいつも俺を否定しないで立ててくれる。元気が出ることってなんだろう。もしかして。俺はちょっとエッチな想像をしながら耳と会う時間を楽しみに待ったんだ。1年間の間に5人もの被害者を出した連続殺人犯の犯人は未だに捕まっていません。犯人は10代から20代の女性ばかりを狙っています。どうか夜道の一人歩きなどはしないように気をつけてください。耳も気をつけないとな。あいつ美人だしスタイルもいいから狙われそうだよ。今トムの家の近くの公園にいるから出てきてくれない？公園？こんな夜に危ないな。耳は電話をしても出ないので、俺は仕方なく公園に迎えに行ったんだ。あんな恐ろしいことが起こるとも知らずに。ミミいるのか？こんな場所で危ないぞ。キャーン！ミミ。俺が悲鳴の方に向かって走っていくと、そこには知らない若い女の人が倒れていて、近くには包丁を持ったミミが立っていた。ミミ。遅いよタム君。もう少し早く来てくれたら最初に刺すところも見せてあげられたのに。久しぶりに会った耳の頭の上に浮かび上がった数字は100だった。耳がやったのか？うん。なんで？その女の人と何かトラブルでもあったのか？俺は突然の出来事に恐怖で動けなくなっていた。だけどなんとか落ち着いた素振りで耳に話しかけたんだ。ううん、知らない人。ちょうどいい感じに一人で歩いてたからラッキーだった。だから後ろから近づいて刺したの。助けて。まだ生きてる。しぶといんだね。トム君、とどめを刺させてあげるよ。なんでそんなこと？だってトム君、サイコパスなんでしょ？落ち込んでたから、私が元気を出させてあげようと思って。だから一番美味しいとどめの部分を、トム君にやらせてあげるよ。俺はそんなことしたくない。ミミ、お前おかしいよ。はあ？おかしいのはあんたでしょ？間違えた。人も殺せない、おかしいって思われたかっただけの12秒のボンボン大学生だもんね。ミミ、ミミが連続殺人の犯人だったんだ。女性ばかり襲っていたのは、警戒されずに襲いやすかったから、ただそれだけだったんだ。本物のサイコパスがすぐ隣にいたのに、俺は全く気がつかなかったんだ。怖くて泣いちゃったの？あらあら。じゃあ先に、あんたを殺してあげる。最高の刺激を味わえるわよ。やめろ。痛い。僕はガガオ、殺し屋だ。ガーナ、同じく殺し屋だにゃ。そこに現れた男と女の数字に俺は目を見張った。なぜなら数字が高すぎてバグってエラーになったからだ。なんなんだこいつら。人間じゃねえ、化け物だ。殺し屋？それじゃあ私を殺しに来たってわけ？まあね、普通はそんな嬉しそうな顔はしないんだけど。第一被害者家族からの依頼で犯人を見つけ出して殺せって言われてるんだにゃ。それすごいいいわ。殺し屋と殺し合うなんて人生で一番の刺激よ。しかも一気に二人なんて。ねえトム、こんなエンターテイメント今までにないわ。
あんたの気持ち超わかるよ。私も死ぬときは自分よりイカれたやつに殺されたいもん。本当？今まで私の気持ちを理解してくれた人っていなかったの。だからすごい嬉しい。でも同時に悲しいわ。私たち友達になれそうなのに殺し合わないといけないんだもの。そう言うとミミが二人に包丁で襲いかかっていった。え？いや、ガーナが爆弾を投げてミミが吹っ飛んだところに素早くカカオがミミの首元にナイフを突きつけた。まあ結局は素人ってことだね。好きだらけだよ。殺していいわよ。最高にスリリングだわ。私今人生で最高に興奮してる。僕は殺人犯を喜ばせるのは嫌いなもんでね。同じ殺すでもお前は社会的に抹殺してやるよ。刑務所を出た後も世界中の人間がお前の過去を知り、お前を監視するんだ。もう自由に暮らすことなんてできないんだよ。なんで？嫌がらせしないでよ。私はただ楽しいことがしたかっただけなのに。パトカーが来ると二人の姿は消えていた。俺も重要参考人として取り調べを受けることに。俺は本当にミミと交際しているとき、ミミの異常さには気づかなかったこと、そして周囲の人間も口を揃えて、そんな人には見えなかった彩色兼備の美女だったって。ミミが逮捕されたことは世間で大々的に報じられ、連日メディアを賑わせた。もちろんミミの家族、友人、交際相手だった俺のところにもマスコミの取材が押しかけて、ミミの両親は精神を病んでしまい、遠くの田舎へ引っ越していったと聞いた。俺は本物のサイコパスに人が殺されそうになる瞬間、そして自分が殺されそうになる瞬間を味わわされ、心底の恐怖を知った。俺はサイコパスなんかじゃない。自分を特別だと思い込み、それを演じようとしていただけなんだ。世の中には俺が考えも及ばないくらいの思想を持った奴らがわんさかいる。あの殺し屋の二人も俺はもう二度と会うことはないだろう。到底あんな風になることもできない。なってはいけない。俺は普通に真面目に生きる。そう決めた。ええー、彼女が連続殺人犯だったの？信じられないよ。サイコパスと言われるのは男性で人口の 3%、 女性で 1% と言われていて、日本全体で見ればその数は150万人にも及ぶので、決して特別ということではないんです。そしてそれが必ずしも殺人や犯罪につながるわけではないんですよ。そうだね。立場の高い人だったり仕事で成功している人とかに多いっていうもんね。自分の性質に合った仕事を得られたら、それはそれでいいのかもしれないね。おいキツネ、ちゃんとうんこ片付けろよな。産みそうになったじゃねえか。あ、死神さんごめんなさい。なんだかお腹の調子が悪くて。すぐに片付けるよ。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチー。俺はしばらくの間あの事件を引きずったが、なんとか大学にも復帰して親父の会社に後継ぎとして就職した。順風満帆の人生だ。だけど毎月のように服役中のミミから手紙が届く。嘘くさい謝罪の手紙だ。そしてミミの事件が明るみに出た後にできたミミを祭り上げる信奉者たちからの必要なメールと嫌がらせ。どうしてミミ様のことを裏切った？ミミ様を支えろ。ミミ様に愛されていたのに、この裏切り者め。くそ、もうやめてくれ、やめてくれよ。頭の中であの日のミミの笑い声が何度も何度も再生される。決して自分のことを忘れさせない、そんな強い意志を感じるんだ。出所したら一番にあなたを殺してあげる。逃がさないよ、トム。ミステリー案内人です。こっくりさんとは漢字でこっくりさん、
キツネ、犬、タヌキは昔から霊力が高くて、コックリさんはこういった動物を召喚すると言われているんですね。でもやり方を間違えると恐ろしいことが起こるとか。では早速見てみましょう。ある日の放課後のこと。春、夏、秋が教室に残っていた。ねえ、コックリさんやらない？コックリさんなんて誰かが動かしてるだけでしょ。本当にコックリさんが出てきたら怖いよね。大丈夫だよ。ちゃんと手順を YouTuber がやっててしっかり見てきたんだ。正しくやれば安全なんだって。本当に好きな人と両思いかどうか知りたいな。見て、道具も持ってきてるからやってみようよ。しょうがないな、もう。やり方は簡単。みんなで人差し指を10円玉に置いて、コックリさんを呼び出して質問するだけだから。コックリさん、コックリさん、いましたら返事をしてください。動かないじゃん。今忙しいのかね。動いた。誰か質問してみて。じゃあ私から。同じクラスのマイケル君と両思いですか？するとゆっくりと10円玉が再び動き出した。普通普通って、これもうわかんねえな。じゃあ次、私質問したい。明日のテストはどこの範囲が出ますか？あなたたち早く家に帰りなさい。下校時間とっくに過ぎてるでしょ。途中で指離しちゃったけど大丈夫かな。まさか呪われるとか？まあ偶然話しちゃっただけだし大丈夫っしょ。コックリさんで使った紙は家で燃やしとくね。次の日、皆さんに残念なお知らせがあります。昨日アキさんがトラックにはねられて亡くなりました。コックリさんのせいだ。コックリさんの呪いだわ。バカなこと言わないでよ。そんなのあるわけないでしょ。偶然よ。これってアキが見たって言ってたやつだ。本日はですね、コックリさんをやってみたいと思います。コックリさんはね、一応呪いの一種なんで気をつけて自己責任でやってくださいね。それでは手順を説明しますね。手順は私たちがやったのと同じだったのだけれど、ここで注意点があります。一説には10円玉を持っている人が呪いを受けるとも言われているので、ちゃんと10円玉は処分してね。アキが亡くなったのってまさか。さーてと、これくらいでいいかな。プリティちゃんたちがお腹空かせて凶暴化する前に急がなくっちゃ。こんばんユーマ、ミステリー案内人2世です。2世さん、今の美人な女性ってこの前登場したカイト・ペルサよね。よく気がつきましたね。さすがコツエさんです。そりゃあんな美人なかなかいないもの。それで一体何の準備をしていたの？あれは彼女が飼っているペットたちの餌です。なんだ、そうだったの。猫でも飼っているのかしら。きっと可愛いんでしょうね。それはどうでしょうか。ペルシャのペットを見る勇気、コツエさんにありますか？ペットを見るのに勇気が必要なことなんてある？まさかワニとかライオンとかどうでしょうね。それではご覧ください。プリティちゃんたち、ご飯の時間だよ。ペルシャの家の地下に作られた巨大な部屋。彼女はここで何匹ものペットを飼育しています。しかし彼女がめでているのは普通とは呼べないもの。犬、猫、鳥、爬虫類、そんな可愛らしいものではありません。
その正体とは。さあ、出ておいで。はあ、今日も私のプリティちゃんたちは最高だわ。そう、彼女のペットとは異形異質の化け物たちなのです。マーク、ご飯だよ。ありがとう。美しいペルシャが作ってくれたんだし、きっと今日のご飯も美味しいんだろうな。マー君って、見た目通りイケメンなことしか言わないわよね。うん、出気。カエルちゃんたちもご飯をどうぞ。ゲクゲク。ああ、ちゃんと5匹全員で食べ始めてね。バラバラな行動をすると大変なことが起きちゃうんだから。ゲク。ペルシャはペットたち、彼女曰くプリティちゃんたちに次々と話しかけました。個体に合わせて作った餌は愛情たっぷりで、毎日3回決まった時間に与えています。今では数十匹がこの広大な地下室で暮らしており、ペルシャなりに気温調節に気を使ったり、環境を整えたり、みんなが過ごしやすいよう細心の注意を払っています。それだけ聞くと、普通のペットに愛情を注ぐのと何ら変わらなく聞こえるから不思議ですよね。あなたたちはクロン様やベンガル様と同様、私の心のオアシスだよ。しかしなぜペルシャは異形異質の化け物をめでるようになったのでしょうか。きっかけは数年前、彼女がとある悪徳政治家の家へ仕事に出かけた時のことでした。外はものすっごい厳重な警備だったから期待してたのに、現金も宝石も何もないじゃない。最悪。どこか別の場所に金庫を持っているのかも。完全にリサーチ不足だったわ。私もまだまだね。って、ん？あら、まさかここに全ての貴重品を隠してるの？こんな鍵なんてペルシェ様には意味ないのよ。地下室か。よっぽど隠しておきたい何かがあるのかも。あの政治家、表ではものすごくいい人のふりしてるくせに、なかなか闇が深そうね。私のターゲットにふさわしいわ。罠がないか確認しつつ、慎重に階段を降りていくペルシャ。たどり着いた真っ暗な部屋の一角には、スポットライトが当てられた檻がポツンと置いてあります。なんだ、めぼしいものなんて何にもないじゃない。ん？あの檻に入っているのは動物？あ、猫ちゃん。猫が大好きなペルシャは走ってその檻に近づきました。すると、何この姿。そこにいたのは単眼の白猫だったのです。かわいい。なんなのこの子、なんて愛らしいの。うるうるのお目目でこっち見て。あー、いい子でちゅね。檻は狭いよね。今出してあげまちゃうね。こんな檻なんて、うれ。近くで見たらもっと震わしい。ちょっと抱っこさせてもらおう。猫吸いさせてもらおう。気安く触るでない、この小娘が。痛い。引っかくことないじゃないの。騒がしいやつじゃない。普通の人間かと思って愛想振りまいたのは失敗だったかもしれん。最初可愛くにゃーって言ったのに、愛想振りまいてただけなの。すぐに騒がしいやつポジションになってしまった。ショック。待て待て、お主、わしが喋ることにはショックを受けておらんのか。そもそも一つしか目がない時点で怖がられそうなものじゃが。何をおっしゃいますか。こんなモフモフで美しい毛並みの生き物を怖いと思うわけがないでしょうが。単眼なのも喋るのも個性でしょ。個性。そんな考えをする者がいようとは。そもそもこういう出会いって、何か壮大な物語が始まるきっかけっぽいですよね。私、漫画とかアニメとかのヒロインになれるチャンスなのでは。
あの、あなたひょっとして私を魔法少女にしたり異世界に転生させたりする力持ってます？やかましい。わけのわからんことを矢継ぎ早に聞いてくるな。そもそもわしにそんな力はない。どうやら失敗作のようじゃからな。失敗作？こんなにプリティなのに？わしは生まれた時は普通の白猫じゃった。野良猫の母と兄弟たちと楽しく暮らしていたんだ。しかしある日道を歩いていたら人間に捕まってな。目が覚めるとなぜか目は一つになり言葉を理解するようになっていた。本当は他人を呪う力も得ていたはずだったという。ちょっと待って、話が全く見えません。誰が何のためにそんなことを？わしは呪いの力を持たぬ失敗作じゃからとすぐに金で売られたゆえ詳しくはわからん。わしを買ったこの屋敷の主人は異形の生き物を好む変わり者で、そいつが話していたことは教えられるが。それすっごい気になります。教えてください。生き物を使って生物実験を繰り返し、とんでもない化け物を作り出そうとしている研究施設があるそうだ。異形異質の化け物は世界中に存在し、恐るべき力を秘めているという。それこそ世界を滅ぼしかねない化け物もいるだろう。自分の望まぬ力を無理やり人間に持たされた哀れな者たちよ。ああ、すごい規模の話になってきましたね。その化け物とやらがどこにいるのか分かっているんですか？実はわし、実験に使われた生物がどの辺にいるのか、なんとなく察知できる力を持っているようなんじゃ。だから仲間の居場所は大体わかる。しかし、どうしようもなかろう。こんな体で何ができるというんだ。あの、ちょっといいですか？実は私、怪盗をやっておりまして。あ、すみません、名刺はないんですけど。何が言いたい？このお屋敷、盗むものなくてつまらなかったんですよね。でも、あなたがいた。今回のお宝はあなたです。あなたを盗ませていただきまーす。そんなことしてお主に何の得がある？毒だらけですけど。可愛い愛しいモフモフふわふわプリティキャットちゃんが家にいることになるんでしょ。天国すぎるわ。ヘブオブヘブ。あなたが望まないなら当然やめておきます。でも食べ物も十分に与えられていないですよね。本来もっとプクプクな猫ちゃんですよね。さっき抱っこした時ずいぶん軽くて驚きました。わしだけが恵まれた環境に行くのは気が引ける。いやいや、私を見くびらないでください。あなた他の仲間たちの居場所わかるって言ったでしょ。それなら私が全員助けてあげればいいんですよ。幸いうちには部屋も余ってるし環境も整えられるはずです。何をたわけたことを。お主の負担が大きすぎるじゃろうが。まさか、たくさんの生き物と住めるなんて幸せいっぱいなんですが。生き物好きを舐めないでください。じゃあなんで今までペットを飼うことをしなかったんじゃ。そりゃビビッとくる子に出会えなかったからです。ペットは家族、そして一生の面倒を見るんですから、生半可な覚悟じゃ一緒になれませんよ。でも今ここにそのビビッと来た運命の出会いね。だから私と結婚。あんじゃないな。養子契約？でもないな。とにかく一緒に来てください。まったく、おしゃべりでうるさい小娘じゃ。白猫は呆れながらもちょっぴり嬉しそうに目を閉じました。わかった、よろしく頼む。ここからわしを盗み出してくれ。どこぞのお姫様みたいなセリフですね。やかましい、わしはオスじゃ、姫などではにゃい。あ、怒ってても可愛い稀有な存在。そうだ、名前って何ですか？
名前。ふん、そんなものはない。この屋敷の主人は、わしのことをあれと呼ぶばかりだったからな。なんて不敬な男なのかしら。吊るし上げてやりたいくらいよ、もう。あ、でももしかして、私、名付け親になれます？好きにせい。うわぁ、ペルシャ感激。じゃあ、ハクニャ様、ハクニャ様。なぜ様付けじゃ。なんかすごく高貴な話し方するし、絶対私より立場上ですもん。何から何まで愉快な人間よ。それでよい。さあ行こうぞ。やった、抱っこして連れて行こう。ペルシャはハクニャとの出会いがあったからこそ、こうして異形の生き物たちを救い続けているのです。しかし彼女がプリティちゃんと呼ぶ彼らは決してプリティな存在ではありません。気をつけて飼育しなければ命を落とす恐れもあるのですから。友好的な生き物ばかりではない上に、様々な力を持つ彼ら。並大抵の努力では一緒に暮らすことなど無理ですが、どういうわけか、ペルシャにとってはただただ楽しいばかりのようです。ハクニャ様、ご機嫌いかがですか？今日はみんなと一緒に散歩に行きます？やめておく。餌だけくれ。もう、そんなんだとポチャポチャになっちゃいますよ。それでも全然可愛いから元気なら問題ないんですけどね。うるさい。そんなに騒がしくしてはベンガルに嫌われるぞ。ベンガル様？名前を出すだけで照れまくるとは。お主もまだまだだな。あ、また仲間の気配を感じる。なんと、ではその子も救ってあげましょう。ついでに予告状を書かなきゃ。ベンガル様が警備に来てくれたら100点満点。てくしょ、寒気が。大丈夫か。体調管理も仕事のうちだぞ。君に抜けられてはペルシャが現れた時に困る。分かっています。ペルシャめ、次こそ逮捕してやる。ペルシャよ、なぜお主は我々を恐れぬ？何度も言ってるじゃないですか。みんながプリティだからですよ。人の趣味思考に道具を言うつもりはないが、我々の認めが恐ろしいこと、異形であることは明らかじゃ。機嫌を損ねた奴から襲われかけたこともあっただろう。なぜ自らこのようなことをするのか、やはり理解できん。私昔から生き物が大好きで大好きで大好きで、猫とか犬とか可愛がりすぎて具合を悪くさせちゃったことがあるんです。ペットをノイローゼにさせるほどということか。恐ろしいにゃ。でもハクニャ様やみんなは私と言葉を交わせる。だから嫌なことは嫌と言ってくれるし、私が可愛がりすぎたらしっかり反撃もしてくれる。私にとってこれほど心置きなく愛を伝えられる、これほど最高のプリティでキュートな家族、他にはいません。ペルシャの言葉を聞いて、ハクニャはこれ以上どうして自分たちなんかということはやめることにしました。なぜならペルシャの言葉から嘘偽りは一切感じなかったからです。自分と仲間を盗み出してくれたのがペルシャでよかったとハクニャは心から思いましたが、口に出すことはしませんでした。そんなことを言うのは貴様くらいのものよ。貴様以外の人間にとっては化け物でしかない。ハクニャ様、もしかして私がベンガル様と結婚する未来を想像して寂しくなっていらっしゃる？そんなわけあるか、たわけめ。もし私がベンガル様と恋に落ちても、アクニャ様やプリティちゃんたちを置いていくことはしませんわ。ふん。さあ次の仲間のもとへ行こうか。かしこまりました、アクニャ様。ペルシャが可愛がっている化け物たち、私もプリティちゃんたちって呼ぶわ。
なかなか壮絶な理由があって、一定一室になってるみたいだけど、ペルシャが救ってくれるなら心配なさそうだな。私としては人間には荷が重いと思ってしまうんですけどね。もう二世さんは心配性なんだから。例えばほら、このカエルちゃんたちの力も恐ろしいものなんです。あ、さっきペルシャが可愛がってたカエルね。可愛いわ。見た目もおかしくないし、一体どんな力があるっていうの。あ、わかったわ。雨を降らせるんでしょ。いいえ、このカエルちゃんたちは必ず5匹揃って同じ行動をさせる必要があります。もしも1匹でも別行動をしてしまうと、人間の五感を奪ってしまうんですよ。何よそれ。1匹が別行動をすると、まず聴覚が、2匹が別行動をすると嗅覚、3匹で味覚、4匹で触覚、5匹ともバラバラに行動すると視覚が奪われ、五感のすべてを失います。しかも半径10キロ以内にいる人間に影響を及ぼすんです。いやー、やばいどころの話じゃないわ。ペルシャはそんな子たちをたくさん飼育しているっていうの。大勢の人間の五感が失われるって相当な騒ぎになるわよ。オタク趣味を楽しみつつ、夜な夜な回答をし、しっかり片思いまでしながらプリティちゃんたちを救うペルシャ、侮れませんね。本当にすごい方です。まったくだわ。でもペルシャはどうやってその力のことを知ったのかしら。 SCP とはちょっと違うわよね。そうですね、近しい存在でしょうが、ペルシャが見つけたプリティちゃんたちは人為的に作られたものなので、またちょっと違いますね。力に関してですが、ハクニャ様は仲間の位置を察すると同時に、その能力もある程度見抜けるようです。最初に出会ったのがハクニャ様で、本当に良かったですよ。ハクニャ様すごい。暴走しがちなペルシャのいいストッパー役になってくれそうね。そうですね、これからも私たちで見守っていきましょう。ペルシャかっこいい、素敵、プリティちゃんラブと思ったら、高評価とチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。ペルシャが救うべきプリティちゃん、こんな生物がいるんじゃないと思いついた、または万が一見かけたという方はコメント欄で教えてくださいね。きっとハクニャ様がペルシャに教えてくれるはずなので。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。ああ、こんなところにいたの、心配したよ。1、2、3、4、5、よし、ちゃんと全部揃っているわね。良い子のプリティちゃん、さあみんなで眠ろうね。ゲロゲロ。今日もみんな最高にキュートでラブリーでプリティだわ。最高の幸せをありがとう。みんないい夢を。こんばんは、ミステリー案内人でもじゃもじゃ。ねえ管理人さん、私一人暮らししようと思ってるんだけど、安くていい物件ないかしら。そうですね、妖怪横丁ならいっぱい空いてますよ。あのゾンビがいっぱいいるところか、どうしようかな。そういえば一人暮らしといえばこんな都市伝説があるんですよ。私はアンコ、マンションで一人暮らしをしている。今日は友人のチリコが泊まりに来た。乾杯。ねえ、会社の方はどう？それがさ、上司がパワハラでさ。会社の話や学生時代の話をして盛り上がり、気づけば真夜中。やばい、すっかり遅くなっちゃったね。明日も早いし、お風呂入って寝よう。そうだね。ああ、いいお湯だった。湯船に浸かったの何年ぶりだろう。チリコは普段シャワーなの？うん、湯船に入った方が気持ちいいのは分かってるんだけどね。あ、そうだ、どうやって寝ようか。うちってシングルベッドが一つしかないからさ。布団あるなら私は布団敷いて寝るよ。
目覚ましの準備も OK。 そんじゃあおやすみ。あんこ、コンビニ行かない？はぁ、いきなり何言ってるの？いいじゃん、行こうよコンビニ。私唐揚げくん食べたくなっちゃった。こんな時間に唐揚げくん、一人で行ってきなよ。鍵渡すからさ。いいから行こうよ。お願い、行こうよ。しょうがないな。ゴン負けした私はしぶしぶチリコとコンビニに向かった。でもチリコの様子がおかしい。チリコどうしたの？なんか顔色悪くない？唐揚げくんなんて嘘。今から駅前の交番に行くよ。交番？なんで？私見ちゃったの。あんこのベッドの下に包丁を持った男の人が隠れているところを。見ろよこいつ0点だぜ。お前本当にバカだな。うんこなっちゃえよ。やめてよくちゃーに。くちゃくちゃがなんだって？声小せんだよ。小学校の時クラスに野原くんという男の子がいた。その子は勉強もスポーツもダメでいつもヘラヘラしているからクラスの5人グループからいじめを受けていた。野原くんは性格もおとなしく、いじめられても反撃もせず、やめてよ、クチャーニと言うだけだった。このクチャーニは彼の口癖で、いじめられている時は決まり言葉のように言っていた。次の日。おいお前さ、他に言いたいことないの？お気に入りのヨッシーのペン捨てちゃうぞ。なんか言ってみろよ。彼はヘラヘラと笑いながら、平気だよ、だって…としか言わなかったけど、その目は笑っていなくて気味が悪かった。しばらくして野原くんは別の学校へ転校していき、彼のことはみんな忘れていった。それから20年経った頃、同窓会があった。久しぶり、お前太った？ははは、会社のストレスでこの通りさ、頭のてっぺんも危ういよ。久しぶりの再会で小学校の頃の話で盛り上がった。酔いもだいぶ回ってきた頃。あ、そういえばさ、小学校の頃転校した野原くんっていたじゃない？その子いじめてた5人知ってる？ああ、もちろん覚えてるよ。それがさ、あの5人グループ全員亡くなったらしいよ。え、なんで？詳しくはわからないんだけど、中学入ったあたりから精神的におかしくなったらしい。強制入院させられたんだけど、半年以内に院内で自ら命を絶ったんだって。しかも5人全員よ。なんだよそれ、怖い話だな。何かのたたりみたい。そういえば野原くんっていつもクチャーニって言ってたよな。クチャーニ？ああ、思い出した。あれ不気味だったよな。クチャーニって何だったんだろう。クチャーニ、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 クチアニ、クチアニ、クチアニ、クチアニ。呪い。まさか。野原くんは長い年月をかけていじめっ子に柔術をかけていたんですね。それにしてもこの部屋、こんなに寒かったかな。逃げて。ん？この国から逃げて。出たね、女幽霊。夏のお化けが来た。ミステリー案内人です。キャー、お化けが出たわー。こっちへさん、落ち着いてください。お化けの変装をしたゾーンさんです。ふざけんじゃないわよ。いって、ちょっといたずらをしただけだろ。夏といえばお化けだからな。その通りです。今回はあの殺し屋のカカオもお化けに襲われたみたいですよ。え、あのカカオは？それは気になるな。どんな話なんだ？それでは早速皆さんで見ていきましょう。はぁ、
本当にこんな山の中に国なんてあるのだろうか。彼は殺し屋のガカオ。どうやら今回は山奥にある国からの依頼のようです。君が今回の依頼人だね。いかにも、わしはこの国の皇帝じゃ。こいつはわしの側近。よろしくお願いいたします。まさか本当にこんな山奥に国があるとはね。それで今回は僕に誰を殺してほしいんだい？最近国民たちを悩ませている幽霊を退治してほしいんじゃ。幽霊？私が事情を説明させていただきます。こうしてカカオは皇帝の側近から今回の依頼内容を聞きました。どうやらこの国では夏になってから国民が寝ている時に女性の幽霊が現れるようになったというのです。その幽霊は毎晩のように現れるみたいで、国民たちは不安で眠れていないのです。なるほど。その幽霊を僕に退治してほしいってことだね。いかにも、その道のプロなら幽霊といえどなんとかなるだろう。興味ね。いいよ、その依頼引き受けよう。僕も国民の一人としてこの国で寝泊まりをしていたら幽霊と会えるかな。その可能性は高いと思われます。なら作戦は決まりだね。僕の前に現れたらその幽霊を始末してあげるよう。うむ、よろしく頼むぞ。それではカカオさんの部屋まで私がお連れいたしますね。こうしてカカオはその幽霊を退治するためその国でしばらく暮らすことになりました。あれは誰だい？あの方は皇帝の一人娘、朝鮮様です。お綺麗でしょう？ああ、そうだね。中国四大美人の一人である朝鮮からお名前を付けられたみたいです。あ、お綺麗だからってナンパはしてはいけませんよ。僕は幽霊を始末してすぐに帰るんだ。あの子に関わる時間なんて一切ないさ。朝鮮様に興味を示さないなんて変わったお方だ。さあ、部屋はこちらです。この時のカカオはこの後に朝鮮と関わることになるとは思ってもいなかったのです。さあ、女幽霊、僕の前にも現れるんだ。その日の夜、カカオはナイフを持って寝たふりをしていました。女性の幽霊が現れたらナイフで恐怖心を植え付けて退治しようと思っていたのです。それにしてもこの部屋、こんなに寒かったかな。逃げて、うん？この国から逃げて。出たね、女幽霊。そして部屋が寒くなってきたと思った時、カカオの前に女性の幽霊が現れました。今から君を始末する。って、なんだ？私の力で動けないようにしてます。凍ってる。すぐに女性の幽霊を襲おうとしたカカオでしたが、体が凍っていて動けなかったのです。くそ、動けない。あなたは強そうですね。だったらなんだい？鬼人を倒してください。このままでは国民が殺されてしまいます。鬼人？一体何の話だ。お願いします。それでは。消えた？こうして意味深な言葉を残してカカオの前から消え去った女性の幽霊。やっと動けた。ん？これは。カカオの周りには女性の幽霊を囲んでいた氷の蝶が舞っていたのでした。まさか、もう幽霊に遭遇するとは。それで、どうだった？相手の不思議な力で体を動かせなくて逃がしてしまったよ。申し訳ないね。そうか。やはり相手はただ者じゃないみたいですね。次の日、カカオは依頼主の皇帝や側近に自分の身に起きたことを説明していました。くそ、幽霊め、国民を困らせよって許せん。そういえば、あの幽霊は何かを伝えようとしていたよ。何かとは何ですか？この国から逃げろって言っていたね。国民が殺されるとかなんとか。なんじゃそれは。わしは誰にも国民は殺させんぞ。僕に言われてもわからないよ。ああ、あと鬼人を倒せって言っていたね。鬼人？まさか皇帝陛下。
どうしたんだい？実はこの国には山に鬼人が住んでいるという有名な都市伝説がありまして。と言ってもただの都市伝説じゃ。そんなの本気にしなくていい。と言われても、あの言葉僕はどうしても気になるけどね。確か朝鮮様はこの国にまつわる言い伝えや都市伝説に詳しいですよね。ああ、朝鮮は幼い頃からそういうことに興味があったからな。カカオさん、鬼人について朝鮮様に聞いてみてはどうでしょうか。朝鮮？ああ、昨日の子だね。仕方ない、そうしてみるよ。こうしてカカオは女性の幽霊が残した言葉の意味を知るため朝鮮に会いに行くことにしました。君は皇帝の娘の朝鮮だね。少し話を聞きたいんだけど、いいかな。自らは名乗らず私の名前を呼ぶなんて無礼な人ですね。まずは名乗るべきでは？それはすまなかったね。僕はカカオだよ。君のお父さんに雇われた殺し屋さ。殺し屋？私は父上に残虐な職業の方とは関わらないように申し上げたのに。ひどい扱いだね。僕は一応この国を困らせている幽霊を退治しようとしているというのに、それでも残虐な職業ということに変わりはありませんわ。それより私に何の用でしょうか。実はこの国の山にいると言われる鬼人について聞きたくてね。あなた、どうしてそれを？その幽霊が鬼人を倒せって言っていたんだよ。何か関係があると思うから教えてくれないかい？わかりました。国の一大事とあらば話は別です。実はこの国には昔から鬼人がいると言われているのですが、こうして朝鮮はその国の山奥にいると言われる鬼人について話し始めました。どうやらその鬼人は国を守る守護神のようなもの。しかし数百年に一度は大暴れして自然災害で国を滅ぼすと言われているようです。この国で数百年に一度起きていた災害は全て鬼人が起こしたものだという言い伝えがあります。鬼人は自然災害を起こすほどの力を持っているとでも言うのかい？あくまでも都市伝説です。もしかしたらその幽霊は鬼人を止めたいのかも。なら僕がその鬼人を探し出して始末するよ。そうすればその幽霊も消えるだろうしね。ただの都市伝説ですよ。実在するかもわかりませんし、鬼人に一般人が勝てるわけないと思います。僕は一般人じゃない、プロの殺し屋だ。止めても無駄だよ。そうですか、ならこれを持って行ってください。これは？そう言って朝鮮はカカオに一本のナイフを渡しました。大昔に鬼人を倒したとされている伝説の侍が使っていたナイフです。ただの言い伝えですが、これをお守り代わりに持って行ってください。君は僕を心配してくれてるんだね。別に心配などしておりません。父上の雇われた方が死んだら父上も悲しむと思っただけです。そうかい。じゃあ僕は早速鬼人を始末してくるよ。ええ、どうぞ気をつけて。こうしてカカオはその国の山に潜むと言われる鬼人を探す旅に出ました。それにしてもこの氷の蝶たちは何なんだろう。まるで僕を道案内してくれてるみたいだね。カカオが山の中に入ると女性の幽霊の周りにいた氷の蝶が現れました。害はないようで、どうやらカカオをある場所へと連れて行こうとしているみたいです。やっぱりあの女幽霊は本当は国民を守ろうとしていたのかもしれないね。おら！おっと、くそ、外したか。そんな時突然青い目をした侍がカカオを襲ってきました。突然襲ってくるなんて失礼な人だね。礼儀がなっていないよ。やつの部下に礼もクソもない。部下？うらくそ、お前なかなかにやるな。その格好侍か何か知らないけど、殺し屋を舐めないでほしいね。殺し屋？隙あり。僕の勝ちだね。さあ、いろいろ聞きたいことがあるんだが。ですがカカオは隙をついてその青い目の男を拘束することに。くそ、話せ。さあ、どうして僕を襲ったのか教えてもらおうか。
お前が幽霊の仲間だからだ。氷の蝶が待っているのが証拠だ。僕は幽霊の仲間じゃないよ。この氷の蝶は昨日その幽霊と遭遇してからなぜか僕の周りを待っているんだ。本当かよ。怪しいな。それより君の目的は何なんだい？俺は最近夜に女幽霊が現れて眠れてないんだよ。そうしたらあいつ鬼人を倒せって言ってきやがった。おや、君もかい。もしかしてお前もなのか？やっぱり鬼人は何か関係しているようだね。だから俺は鬼人を探すためにこの山に来たんだ。鬼人を倒したらあの幽霊も消えると思ってな。なるほど。なら僕たちの目的は同じじゃないか。ん？あれ？よく考えたらそうなるのか。へへへへ。なら一緒に鬼人を倒そう。仲間は多い方がいいからね。こうしてカカオはその青い目の侍と一緒に山の中を進むことになりました。それにしてもその氷の蝶は何なんだ？僕にもわからないよ。だけど害はないし、どこかに案内してくれている感じだね。たく、あの女幽霊も何を考えているのかわかんねえぜ。ああ、鬼人を倒せば少しはわかるかもしれないよ。それより殺し屋、徐々に山奥になってきたし気をつけた方がいいな。ん？それはどういう意味だい？この国の山の中には凶暴な猛獣たちが住んでいると有名なんだ。たかが動物にプロの殺し屋の僕が負けるわけないだろ。ただの動物じゃないんだよ。って、いたぞ！え？そうして二人の前にはカカオが見たこともない猛獣が何匹も現れました。どうやら猛獣たちは自分たちの縄張りに入ってきた二人が気に食わないみたいです。はあ、めんどくさいね。来るぞ。こうしてカカオたちは山の奥で猛獣たちと戦うことに。ふっ、おら、よし、これで全滅だね。さすが殺し屋だな。俺は疲れたぜ。これくらい僕にとっては朝飯前さ。おい、後ろ、危ない。青い目の侍と協力して猛獣たちを倒したカカオでしたが、隙を突かれてしまったのです。くそ、重すぎる。今助けてやる。そしてそのままカカオが猛獣に噛みつかれてしまうという時でした。え？何か起きた。なんとカカオにのしかかっていた猛獣が一瞬にして凍ってしまったのです。大丈夫ですか？君は。出たな、女幽霊。そして驚く二人の前に国民たちを困らせていた例の幽霊が現れました。私は幽霊ではなく雪女です。なんだって？これは雪女の力で凍らせていたということか。助かったよ。いえ、わざわざ来てくださってありがとうございます。なんとこれまで幽霊だと思われてきたのは実体のある雪女だったのです。一体お前は何がしたいんだよ。落ち着くんだ。きっと何か目的があるんだろう。実はこの山に住む鬼人が近々大暴れして大災害を起こす予兆を感じたのです。それで国民を助けたくて。だから幽霊として現れて国民に逃げろって言ってたのか？他にもっと上手いやり方はなかったのかよ。でも僕たちには鬼人を倒せって言っただろう。どういうことだい？あなたはプロの殺し屋で、こちらの方は大昔に鬼人を倒した侍の子孫です。二人なら鬼人を倒す手伝いをしてくれると思いました。俺たちの力を見込んでか。いい気分だ。あなたはこの国の人なので案内はいらないと思いました。なので殺し屋のあなたにだけ案内係として私の守護霊をつけさせていただいたのです。この氷の蝶のことだね。ついてきたらここにたどり着いたよ。俺たちはあんたにまんまと誘導されたってわけだ。
なら、その基準をさっさと探そうぜ。探す必要はありません。もう来ます。なんだ？これは。出ましたね、鬼人。その時、地響きが起きて、地面の底から鬼人が現れました。嘘だろ。こんなにでかいのかよ。強そうで燃えるじゃないか。僕が先に行ってくるよ。一人では危険です。うわあ、大丈夫か。わしの邪魔をするな。私が止めます。はあ、戦略なしで真正面から突っ込んでもやられるだけです。クソ、こんなに強い相手は初めてだよ。この国で災害を起こしてきたと言われる鬼人だからな。弱点はないのか。あの角が弱点だと言われていますが、硬くてどんな武器でも切れないんです。これならどうだい。それは大昔彼の祖先が鬼人を倒したとされるナイフですか。どうしてお前が持ってるんだ。国が保管してるはずだろ。この国の皇帝の娘、朝鮮に借りたんだ。これが効果的なら、これを使った戦略を立てよう。わかりました。こうして鬼人を倒す糸口が見えたカカオたちは、弱点の角を切る戦略を練ることに。小細工を使いよって鬼人が動き出したぞ。俺が奴の気を引く。その隙に私がまた凍らせます。とどめは任せました。わかったよ。ほら、こっちだ。貴様から殺してやる。隙ありです。またこれか。そのナイフは。このナイフなら君を倒せるみたいだね。やめろ。あとカカオはどうなったんだ。それはこの動画の最後のおまけでわかるので、気になる方は見ていってくださいね。わかったわ、待ち遠しい。それにしても皇帝の娘の朝鮮ってすごく美人だったわね。本当だよな。雪女も美人だったし、青い目の侍もかっこよかったぜ。実は敵の鬼人も含めて、今回のお話に出てきたキャラたちはとあるスマホゲームのキャラたちなんですよ。そうなの。あ、俺そのスマホゲーム知ってるぞ。三国武神伝だろ。その通りです。さすがゲーム好きのゾーンさんですね。三国武神伝は魏、呉、蜀の三国間に神、魔という新たな勢力も乱入する縦型三国志 RPG です。1回の対戦時間は1分。三国志の英雄たちと戦うバトルシステム以外にも、武将育成システムや美人システムなどがあるぜ。人気ゲーム仁王2ともコラボ中です。青い目の侍ウィリアムと濃姫を無料ゲットして鬼神の大竹丸に挑みましょう。概要欄からぜひダウンロードしてください。ちょっとこれ面白いじゃないの。俺が絶対に大竹丸を倒してやるぜ。二人とも夢中になってしまったようですね。今日の動画が面白かったら、ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。三国武神伝が気になる人は一緒に遊びましょう。美人システムがたまらないぜ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。